大相撲、秋場所5日目、12日、東京、両国国技館、小結、平戸海が右差しを狙う霧島を稲し、すかさず体を入れ替えて押し出し、4勝1敗とした、秋場所、番付星取アスタリスクアスタリスク、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 稽古を積み重ねれば確実に強くなれる。 理想の力士像を平戸海が体現してくれている。霧島との一番、霧島の右差しを左腕で突き起こした状態を起こして回り込み、張り差しに来たところを瞬時に中に入り、最後は右で腹をついた。とにかく相撲の流れが速い。それは稽古が十分にできている証拠でもある。頭で考えるより、 体が自然と素早いリズムを刻んでいるのだ。稽古ができているから体も大きくなっている。ぷくっと突き出た腹、盛り上がった肩の筋肉、ウェイトトレーニングというより、土俵が作り上げた体と言っていいだろう。叩き上げと猛稽古、相撲のタイプこそ違うが、稽古で横綱まで登り詰めた八角理事長、元横綱、北東海。 とイメージは似ている。土俵に漂う昭和の匂い。私が最も好きなタイプの力士である。自信を深め、勝ち方さえしっかり覚えれば大関はそう遠くない。元大関、ことかぜ、スポーツ放置評論家。